皆さん、こんにちは。復讐するは我にありで有名な女優でおなじみの倍賞光子さん。倍賞光子の眼病で亡くなったの真相、アントニオ猪木と離婚した大物俳優の正体について紹介します。まずは倍賞光子さんの経歴とプロフィールから紹介します。倍賞光子は俳優です。1946年11月22日生まれ、茨城県出身です。血液型は B 型で、ロータスルーツに所属しています。松竹歌劇団に入団後、浅草国際劇場を中心に歌とダンスで活動し、1967年に映画純情二重奏でデビューしました。1979年の復讐するは我にありで第3回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞し、その後1980年の黒澤明監督作品影武者でカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞しました。1983年の陽気楼と奈良山節考でも第7回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞しました。1985年には生きてるうちが花なのよ、死んだらそれまで与党宣言、友よ静かにつむれ、恋文の3作品で第9回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞し、日本映画界での地位を確立しました。1997年のうなぎでは第50回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し、第21回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞しました。近年の主な出演作にはテレビドラマ東京タワーオカンと僕と時々オトン、映画デンデラ、テレビドラマ半沢直樹下町ロケット、映画怪しい彼女糸などがあります。彼女の姉は俳優の倍賞千恵子で、元は元プロレスラーで元参議院議員のアントニオ猪木です。復讐するは我にありという尾形拳さん主演映画で、三國連太郎さんと倍賞光子さんの温泉での濡れ場があるのですが、三國さんは後に演技に熱が入りすぎてつい胸を必要以上に揉んでしまったと明かしています。倍賞光子も後のコメントでおっぱいが痛かったと語っています。アントニオ猪木さんと倍賞光子さんは1971年11月2日に京王プラザで結婚式を行っています。この結婚式はとても盛大で1300人が出席し、かかった費用は1億円ということです。当時としては史上最高額ということです。出会ってから5年で結婚されていますが、結婚に積極的だったのは猪木さんということで、もうアタックしたそうですよ。アントニオ猪木さんが一目惚れしたってことですからね。しかし倍賞光子さんは結婚するのにためらいがあったということ、それは仕事が楽しくなってきていたことと、姉の千恵子さんより早く結婚していいか迷ったからだそうです。それでも猪木さんの積極的なアプローチにより結婚したんですけどね。しかし結婚してすぐ1ヶ月半後には日本プロレスを追放されてしまい、会社が負担してくれる予定だった結婚式の費用1億円も払ってもらえず、借金1億円を背負うことになります。なんでそんなことになったのかというと、猪木さんはこの頃会社の経営に不満があり、内部改革をしようとしたんですが、それが会社にバレてしまったということですね。だからこそ追放されてしまったわけですが、そんな猪木さんに倍賞光子さんは優しく励ましていたそうですよ。1972年には新居の一戸建ての自宅を改造して新日本プロレスを旗揚げしていますしね。かなり倍賞光子さんにお金の工面をしてもらっていたというのもあるようです。その後1974年には女の子も誕生していますし、幸せそうな結婚生活を送っていましたが、1987年には離婚されています。結婚生活は16年ということで結構長いと思いますけどね。1971年に結婚し、幸せな結婚生活を送っていたアントニオ猪木さんと倍賞光子さんですが、1987年に離婚されました。結婚生活は16年でしたが、その離婚した理由は何だったのでしょうか。結婚当初は倍賞光子さんのサポートもあり、新日本プロレスも成功を収めたんですけどね。しかし1980年代にワイルと猪木さんが副業で始めた事業が失敗し、
借金が数十億円に。そんなこともあり、夫婦喧嘩が絶えなくなったそうですよ。また賠償光子さんが個人的に貯めていた預金を勝手に猪木さんの親族が使ったことなどもあり、2人の関係は最悪な状態に向かっていったということ。他にも賠償光子さんの不倫もあったんですよね。1985年に賠償光子さんが俳優の萩原健一さんの家から一緒に出てくるところをスクープされました。2人は映画で共演し親密な関係になったということですが、まあこれも離婚の原因と言えるでしょう。別れは賠償光子さんから切り出されたそうで、一緒にいることはお互いのためにならないということでした。それでも離婚した後も、1988年の猪木さんの引退セレモニーには賠償光子さんは花束を持って駆けつけていますし、2002年の新日本プロレスの創立30周年の記念興行にもサプライズゲストとして出演しています。離婚した後でも固い絆で結ばれていたと言えますよね。アントニオ猪木さんは賠償光子さんと別れた後、1989年に22歳年下の一般人女性と結婚し、1990年には男児が誕生していますが、猪木さんの浮気が原因で2012年に離婚。その後2017年2月20日、74歳の誕生日に4回目の結婚をしています。相手は約30年にわたりビジネスパートナーとして支えてくれていた16歳年下の元カメラマン。政治家時代には秘書を務め、ずっと猪木さんと仕事をしていたということですね。しかし2019年にこの奥さんが亡くなられました。アントニオ猪木さんの活躍の陰には常に女性の姿があったということで、寂しがり屋だったのかもしれませんね。また女性にモテたということでしょう。一方の賠償光子さんですが、女優としても精力的に活動していますね。75歳なのにすごいなって思いますし、それだけ演技を待ち望んでいる人がいるというのも確かでしょう。また結婚ですが、アントニオ猪木さんと別れた後、萩原健一さんと同棲生活をしていましたが、萩原健一さんの浮気により破局していますね。それ以降は交際や結婚の噂もなく、女優業一筋という感じです。また賠償光子さんは2019年に妻を亡くしたアントニオ猪木さんの元を訪れていたということ。アントニオ猪木さんが入院中は愛弟子やごく一部の関係者しか病室に入れなかったそうですが、賠償光子さんだけは別だったそうですよ。猪木さんは賠償光子さんが来ると穏やかな笑みを浮かべていたということで、離婚してもずっと交流があったということでしょう。お互いが離婚しても付き合えるって良い関係ですよね。猪木さんは亡くなってしまいましたが、賠償光子さんには長生きしてもらいたいですね。賠償光子さんは現在は未婚です。賠償光子さんに大腸がんが見つかったのは50歳の時でした。治療方針としては抗がん剤治療という方法もあったのですが、賠償光子さんは抗がん剤治療は行わず、がんの全摘出という選択をしました。将来的に再発したり転移したりする可能性を少しでも低減させるための決断でした。直腸を全て摘出したため人工肛門をつけることになったのですが、その時の賠償光子さんの決断はとても素早くほぼ即決でした。がんの治療期間はおよそ2ヶ月間だったのですが、治療が全て終了し退院した2日後にはドラマ「ギフト」の最終回の収録に臨むなど精力的に仕事をこなしていました。現在のところがんの転移や再発は一切なく、元気に女優としての活動を継続させています。賠償光子さんのポリシーは、泣きたい時には一人で泣き、何事も一人で決断し、自分の傷は自分で治すだそうです。2024年時点での賠償光子さんの年齢は78歳ですので、年齢や体調から考えてそろそろ引退するのではないかとの声も上がっています。ですが賠償光子さん本人に引退する気持ちは全くないようで、2019年11月にはテレビ朝日系で放送されたドクター X 外科医大門未知子に、2020年1月には日本テレビ系で放送された知らなくていいことに出演するなど、女優として精力的に活動を続けています。結婚、出産、離婚、そして大腸がんを経験し、
人生の辛酸をなめたことで、それらの経験が演技により一層の深みをもたらしているのも事実です。健康には十分に気をつけて、いつまでも魅力的な演技で視聴者を魅了し続けてほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。